株式会社ゼントは愛知県とヨタ市に本社を置くパチンコホールのチェーン事業を行う企業。1971年11月に創業、1987年2月に法人化。長らく愛知県内のみで店舗を展開していたが、2007年から岐阜県にも出店している。もともとはアパン777の店舗名だったが、後にゼントでの出店を開始。 2001年に店舗名をゼントに統一。北関東で同盟のパチンコホールを展開している平成工業と資本関係はない。なお、ゼントの商標はゼントが保有している。2019年2月12日をもって、豊岡商事から3店舗の事業を継承。愛知県岐阜県2005年にダブルタイトルを獲得したゼントセールモスープラモータースポーツへの支援に、 積極的な企業としても知られている。1991年のシーズン終盤に、カイ一ドライバーのベルトランガ賞のパーソナルスポンサーとなったのが始まりである。その年の最終戦に、ガショーがラルースチームからスポット参戦したのに伴い、チームのスポンサーにもなった。以降、ラルースを皮切りに同じくカイ一のティレルやルマン24時間レースに参戦したトヨタチームヨーロッパ、 JTCC のトムスなどのスポンサーを務めた。2005年からは、スーパー GT GT500 クラスに参戦するチームセルモのメインスポンサーとなっている。この他に、2010年と2011年は、GT300 クラスのチームサムライ、2012年と2013年は、GT300 クラスの一つやマレージングのスポンサーとなり、全途の専務である、続き秋広が、 両チームでレギュラードライバーを務め、社長の鈴木義尾が両チームで一戦ずつスポット参戦している。2012年よりルマン24時間レース及び FIA 世界耐久選手権に参戦するトヨタレーシングのスポンサーも務めている。全日本 GT 選手権時代には山田美穂、長野沙織、諸岡奈美、加藤明子が全都のレースクイーンを務めていたが、 スーパー GT になった2005年以降は、毎年4から6名の体制となり、そのユニット名として、ゼントスウィーティスという名称が付けられている。スーパー GT イメージガールや、A クラス同様、プラチナムプロダクション所属者の選出が多かったが、2016年の小林霊美を最後に途絶えている。また2年以上選ばれる人も多く、当の地夏は歴代最長の4年間務めた。 ゼントスウィーティスのプロデュースは、ゼントの経営者一族の会社である、T スタイル株式会社が行っており、関連会社の T スタイルマネージメント所属者の起用が、近年目立ってきている。受賞歴日本第303万2666号、第310万283号、第314万2617号と、声優の山田美穂とは別人。 ビーチウォーカーズマネージメントグループ系列でもある。ハット後に、アイズ移籍。遺1988年6月23日生。2000年1月22日生。ありがとうございます。